フォード・ギャラクシーとは、ギャラクシー・ギャラクシー・ギャラクシー5001959年から1974年までの間、4モデルにわたり、アメリカフォードのトップレインジを担う、後輪駆動のフルサイズモデルとして生産されていた。3代目はブラジルで生産されたほか、4モデルともに、日本に輸入されていた。1959年にデビューした初代ギャラクシーは、ベストセラーモデルであった。 フェアレームの上級版としてデビューしたが、翌1960年には早くもフルモデルチェンジし2代目となった。1960年にデビューした2代目は、2ドアと4ドアのセダンとハードトップ、2ドアのコンバーチブルの5バリエーションを持つ、両反射種として販売され、6気筒 3700cc より、V 型8気筒 7000cc までの多彩なエンジンバリエーションを持っていた。なお、 リンカーンコンチネンタルやマーキュリーミーティア及びモンテレート兄弟車種であった。1965年にデビューした3代目からはにドアハードトップがカタログをちしたものの2代目が持つ多彩なエンジンバリエーションは3代目にもそのまま持ち越された。なお、1967年より4ドアセダントハードトップモデルがブラジルの現地法人でも生産され、 ビッグマイナーチェンジを繰り返しながら上級版のリミテッド、ランドーと合わせて1983年まで生産された。4代目は1968年にデビューし、5ドアステーションワゴンが新たに追加されたものの、6気筒エンジンはカタログから落とされた。1974年に生産中よされ、後継者種は同じくフルサイズのリミテッドとなった。 ギャラクシー・ギャラクシー・フォルクスワーゲンとの共同開発で、フォルクスワーゲン社ンは、姉妹車。1998年1月生産スタート。イギリスのほか、ドイツでも製造を開始した。車内のセカンドシートは180度回転。日本への輸入は1999年12月、中止されたが、ドイツでは2000年代に入っても生産は続いた。ありがとうございます。